国民的アイドルグループ、SMAP の元メンバーで現在は主に司会者として活躍している中居正広さん。SMAP 解散前の年収はジャニーズの中でもトップクラスの5億円だったそうですが、解散後の現在の年収はいくらなのでしょうか。今回は現在の中居正広さんの年収、資産、現在の CM 契約についてまとめました。中居正広さんは、1972年8月18日生まれの49歳。出身地は、長野県藤沢市で身長170センチ。血液型は A 型です。兄2人と両親の5人家族の末っ子として生まれてきた中居正広さん。幼少期の頃は野球に没頭し、朝は素振り、授業終わりに練習、帰宅後は野球中継を見て、それから再び素振りという野球一色の日々を送っていたそうです。また、同時期に両親が離婚し、以降は貧しい父子家庭で育ちました。中学2年生の頃にジャニーズ事務所に所属した中居正広さん。中学時代は肩の怪我によって大好きだった野球ができなくなってしまい、途方に暮れていたところを兄の中居岩尾さんに勧誘され、なんと暴走族の一員になります。そのため、土曜日は暴走族、日曜日はジャニーズとしてレッスンというなんとも奇妙な状態だったそうです。普通だったらどちらかがおろそかになるか、どっちつかずになりそうですが、中居正広さんは高校生になるまで暴走族とジャニーズを両立させています。気持ちの切り替えが上手じゃないとなかなかできないですよね。高校時代は芸能活動が本格化。1年生の4月に SMAP が結成し、2年生の10月には初のドラマ出演を果たしています。そして高校卒業後は芸能活動に専念。SMAP は国民的アイドルグループへと成長していくことになります。そんな中居正広さんのジャニーズ時代の推定収入は5億円。これは SMAP のメンバーの中でもトップの数字です。なぜここまで中居正広さんは稼げたのでしょうか。その理由は他のジャニーズメンバーとは異なり、歩合制を取っていたためとのこと。逆に他のジャニーズメンバーは給料制ということになりますが、今の芸能人としてはかなり珍しいですよね。次は中居正広さんの資産について。ジャニーズ時代の年収は5億円と言われている中居正広さん。なんとこれだけの収入があるにもかかわらず、超倹約家であることでも有名なんだそうです。以前、バラエティ番組で中居正広さん自宅のガムテープで補修されたボロボロの椅子などが紹介され SNS で大きく話題になったことがありました。高収入に加えて倹約家。そんな中居正広さんの資産は100億にも上るとされており、全国の優良物件を購入して不動産王になっているという噂です。最後は CM 契約について。中居正広さんは、独立後に CM 契約がゼロとなってしまっています。自分から契約を解除したのか、企業側が契約延長を見送ったのかは定かではありませんが、ジャニーズ内での派閥問題でかなりのバッシングを受けていたので、商品イメージの悪化を恐れての決断かもしれません。ジャニーズとの関係は良好なので、騒動が落ち着いた今後は中居正広さんの CM 復帰が期待できそうです。SMAP 解散後は多少仕事が減り、年収もややダウンしたそうですが、それでも3億円以上の年収があると見られている中居正広さん。今後ますますの活躍に期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。